三菱ケミカルメディア、三菱ケミカルメディア株式会社、三菱、ケミカルメディア、三菱ケミカルメディア CO、LTD は、記録メディアの製造販売を行う三菱ケミカルの子会社。後述のバーペーティム、バーベータム、三菱、三菱及び、ビクター、ビクターをブランドとする。二千十八年現在、マクセル、マクセルホールディングス、Q。 日立マクセルと並ぶ記録メディアの大手製造メーカーであり、CD-R の製造時から記録色素にアゾ色素を採用し、耐久性と保存性の高さで好評を博している。最新のブルーレイディスクメディアのほか、DVD ラムを除く記録型 DVD メディア各種、DVD ラムは販売はしているが、他社から OEM 供給を受ける立場。これは、 同じ三菱グループの三菱電機が、もともとは DVDRW 陣営であったことが考えられる CDR および CDRWMO の生産を手掛け、また DVD メディアの生産においては、記録式素の外販などを行っている。日本、岡山県倉敷市の水島工場でのブルーレイメディアと MO の生産のほか、海外ではシンガポールに自社工場を構え、また、 台湾やインドの工場に記録式素と製造ラインを持ち込みの上でメディア生産を委託している。記録メディアの製造拠点を早くから海外に移したことでも広く知られている。2008年あたりから極端な円高の影響やブランド戦略の見直しなどにより生産拠点を海外に移す動きも見られる。2017年4月1日に親会社だった三菱化学が 三菱樹脂、三菱霊4と合併して、三菱ケミカルが発足したことに伴い、当社も三菱ケミカルメディア株式会社に称号を変更した。バーペーティム、バーベータムは1969年にアメリカで生まれた記録メディアのブランドである。もともと独立した企業で、旧三菱化成とは当社を提携関係にあり、後に買収され海外市会社となっている。 日本では、定型当初の段階では、カセーバーベータムという社名により、フロッピーディスクなどに広く使われていたが、体制変更で、今の会社が設立されたことで一旦姿を消した。しかし、ブルーレイ対応録画機の普及も手伝い、世界戦略の見直しから2009年9月に日本再投入、ブランドとしては本格的な展開開始。当初は、PC データ用ディスクを皮切りにして、 自社、三菱ブランドからの切り替えを始めていった。そして、翌2010年9月1日出荷分以降は、すべての商品をバーペイティムブランドに戻し、三菱ブランドは一時は完全に姿を消すこととなった。なおこれに前後して、急激な円高の進行などの影響を考慮し、生産体制の見直しも進められた。自社ブランド商品は内国産のものも多かったが、 日本国内での製造継続を一部を除き断念し、大半を台湾やシンガポールへと移した。現在市場に出回っている日本国内産の商品は、ブランド切り替えもあって一部を除き在庫限りの商品である。日本での発売記念イベントとして、AKB48 のメンバーの画像を4800枚が運動度できるという企画を行い話題になった。 なお2013年4月以降、光ディスクやメモリーカード類などについては IO データ機器を日本における総代理店と定め、販売の一切を委託している。商品供給については引き続き責任を負う。その後データ用ディスクメディアでは三菱ブランドの商品も一部復活しているが、こちらも IO データ機器が総代理店として取り扱っている。一方、 2017年12月から取り扱っているビクターブランドの商品はブランド所有者の JVC ケンウッドが商品の問い合わせなどに対応している。また現在はメディア事業だけではなく LED 電球の事業にも取り組んでいる。1982年当時の三菱化成工業が当時急速に普及し始めていた小型フロッピーディスクの製造 販売を目的とし、この分野で世界的に影響力を持っていた企業の一つであったところのバーペーティム・バーベータム社と合弁で火星バーベータムを設立したのがこの企業の始まりである。その後、1990年にバーベータム社を買収で子会社化したことに加え、三菱グループの企業再編で三菱火星、三菱火星工業から社名変更が 三菱床と統合し、三菱グループにおける総合化学メーカーとなったことを受け、まず統合に先立ち火星バーベータ無社を解散しその事業受け皿として作られたのが今の会社である。三菱グループとしては、J リーグでは浦和レッドダイヤモンズ、浦和レッズを支援しているが、当社だけは2010年にバーペイティブとしてキラバンツ北九州を支援した。これは、 同クラブが北九州市の黒崎地区に今も工場を構える三菱ケミカル、かつては三菱火星のサッカー部、三菱火星黒崎サッカー部を母体にしているという事情があるためで、旧ニューウェーブ北九州が J リーグへ昇格したことを機に再投入したバーペイティムブランドの浸透を図る狙いも兼ねて、ブランド名でチームスポンサーとなっていた。しかし、 当の地元北九州市内にある家電量販店などでは一時在庫限りとなっていた自社ブランド商品2019年現在はデータ用ディスクメディアで復活や2017年から製造しているビクターブラドの商品も含めて売り場に占めるこの会社の商品の割合は全国の立地域同様さほど高くない録画機メーカーであるパナソニックやシャープにソニー ライバルメーカーである TDK、後に、イメーション社が販売していたが2015年末をもって、ブランド終了に、日立マクセル、当時、JVC ケンウッド系のビクターアドバンスメディア、2015年末を追って、生産などと激しいシェア争いを繰り広げている、繰り広げていた状態である。また、家電量販店がギラバンツのスポンサーに一社も入っていないこともまた、 シェアの伸び悩みにつながっている面もある。加えて、リーグ過去最悪の成績でシーズンを終わったこともあり、三菱グループの方針との矛盾を解消するため、わずか1年でスポンサーを降りる結果となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。